一応パッドが入ってるんですね、これ、うん、ヨレ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 、なんかこんな絞ったの初めてこんな絞ったの初めてだこんな絞ったの初めてなんかちょっと変だな、言い方が言い方がちょっと、はい、まあ、これやっぱ一番使ってましたね。ここからな、足ですね、足。これは多分前も1個目の動画で、ああ、そうですね、ブラックダイヤモンドの、うん、12本爪アイゼン、うん、まあストラップのやつかな。これは強そうですね。ね、多分飛ばないといけないかもしれないですけど。あ、アイゼンも飛ぶんですか。うん、知らなかった。これが、これ確かに丸くなってますもんね、先が。うん、これもしかしたら5年ぐらい使ってるかもしれないですね。5年なんのかな。もうこのブラックダイヤモンドって書いてる時点でかっこいいですもんね。うん、まあ、かっこいいですよね。うん、かっこいい。2万ぐらい確かいい値段します。確かに、ね、これがもうゴリゴリの雪山登山で使うアイゼンと、あとはゲイターですね。ゲイターはモンベルの、うん、ちょっと汚いですけど、これがゴアテックスで、ゴアですね、うん、L サイズですね。これどれぐらい使ったんですか。いや、これも多分同じぐらい、5年くらい、同期ぐらい、うん、あ、ここもちょっと穴開いてます、ね、行ってますね。あ、穴っていうかこう削れて、うん、完全に穴開いてる、穴開いてますね、うん、開いてんな開いてますね、こうスカスと分かる。あ、5年も持つんだ。なんかアイロン掛けとかもしましたよ。そのあれ、ゴアが確か、うん、あ、熱処理で、はい、はいはいはい、復活するっていう、うん、あ、これでジップになってて、うん、そうですね。で、ここを紐のとこ、靴の紐に引っ掛けて、はい、こっちが前ですね。こっちが前で、まあ、下通して固定して、固定して、ここは、あ、ゴム、うん、靴底を、うんうんうん、回してって感じです、うんうん、で、上の方はこれがボタンがついて、ボタンで止める、ボタンがパチン、うん、上で止めると。そう、これと、多分その雪山って言っても、まあ、春の合算、うん、4月、はいはい、合算、まあ、行こうってなった時に多分セットで、あ、その時に買ったと思います。なるほど。確かデビュー、雪山って言っていいのか、まあ、春、残雪期、まあ、でも合算はほぼほぼ雪っすね、うん、ですよね、合算、うん、だって4月スキー場オープンですからね。そうですね、4月の中旬くらいか、うん、7月くらいまでやりますもんね、うん、今年も雪多かったですか。今年行きました。今年は春は行ってないです、ね、あ、今年の春は湯殿山、うん、湯殿山は冬しか登頂できないっていう、確か、多分登山道がないんだ。ああ、はいはいはい、あそこ霊山なので、うん、あの入るのに申請いるんです。そうそうそう、で、撮影も禁止だし、うん、冬はそういうのないから行っていいのかな何なんでしょうね、なんでみんな冬そういうとこ行くんだろう冬は多分、冬でも多分入っちゃいけない、あそこ禁足地じゃないですか。うん、でもみんな行ってるね、うん、どういうこと？そこはあの公式の案内を見てみてですね、うん、冬は神様いなくなるのか。いや、そういうわけじゃないんじゃないですか、うん、はい、ということで、足回りは、あ、靴ですね、次、あ、靴、まずこれとね、はい、紹介させてもらいまして、靴歴代の靴を、靴、じゃあ靴、次は靴ですね。なんか一応初代から紹介していきますけど、はい、これが何年前、一番最初、っすね、これは何年前だろうな、8年とか、8年前、だいぶ前ですね。確かだった、一番最初に買った靴、うん、その前は本当にめっちゃ安い
なんかアウトドアシューズみたいなので行ってましたけど、それ壊れて、で登山もまあハマり始めみたいな感じで、まあ、これから本格的に始めようとしてた時に買った、うん、買わないとなっていう感じで買ったのがこれでした。なんでこれ買ったか全く覚えてないんですけど、これはちなみになんていう、マムート、マムート、マムートの何だったかな、名前レイチェルって書いてますよ。あ、テトン GTX、 テトン GTX、うん、レイチェルっていうのがレイチェルだったかな、ちょっと読み方忘れたんですけど、なんかどっか海外の登山靴ブランド、はい、ライケルだったかな。あ、ライケルって言うんですね、これ。そこを米、そこと協力してんのか、なるほど、ちょっと忘れましたけど、そういう感じで、まあなんか割とマムートって靴のイメージなかったんですけど、うんうんうん、なんかジャケットですよね、まあ、どっちだったらこう、うん、物はしっかりしてるっていう、うん、その海外の靴のところと一緒にやってるから大丈夫だよっていうので買ったんですけど、これ何年入ったのかちょっと忘れましたけど、あ、え、石突きが入ってますこっちスローバケット入ってる、なんで入れときます、ね、戻してなんでこれ結構ネタじゃないもうツルツルになってますね。そう、めっちゃ、うん、もう晩年はすげえ滑って大変でしたね、うん、でもこれこの靴でいろんなとこ行きました。多分北アルプスのデビューもこれだったと思います。これはもう8年前だともう売ってないですよね。多分売ってないですね、うん、これがまず1足目と、うん、2足目は、うん、2足目は、はい、これもマムート同じなブランドなんですけど、もう今度黒ですね、うん、黒1色、黒と、うん、まあソールはアウトソールはグレーと混ざってますけど、まあさっきのもゴアだし、あれこれもゴア、ゴアっすね、これもゴアっすね。あ、これなんかタンがここ合体してるんですね。そう、そうなんですよ、なんかベロ、タン、なんかすごい考えられて作られた登山靴っぽくて、砂とか入ってこないようになってるんですよ、うん、何でしたっけ、人間工学って言うんでしたっけ、はいはいはい、なんかそういうのに基づいて作ったらしい登山靴で、でまあ一足目のマムートが割と自分の足に合ってたような気がして、うんうん、てか他のものも履いてなかったんですけど、まあ信頼を受ける感じだったんで、一足目履いてみて、でまあなんとなくマムートにしてみようかっていうので、またその時に出てたやつを買いましたね。もう結構ボロボロ捨てる。そうっすね。これ何年くらいですか。これもだいぶ履きました。これ多分2、3年とか履いたのは2、3年。2、3年くらい。使ったかちょっと。これも結構ね。ソール、うん。アウトソール。この時これ履いてる時多分めっちゃ歩いてたかもしれないですね。あ、これがもう本当。相当使い込んだ自分の中で何だろうな、なんか登山ハマって頭おかしくなってる時かもしれないですね毎週のように行ってたっていう家庭を顧みず行ってた時かもしれないですね。いやー、けど、あ、分かりますよ、うん、なんか初期衝動というか、うん、狂っちゃう時があるんですよね、ハマりすぎて。これが2足目と、はいはい、で、3足目は、ちょっとこの間ドロドロのとこ行って綺麗にしてないのでちょっと絵面はめちゃ悪いんですけどこれ今もう、今現役ですもんね。そうですね、現役で履いてる。まあこれは、いい靴っすよね。まあそれこそ、山ではよく見て、ちょっと触りたくないですね砂落ちくエクイビリウム、エクイビリウム、汚いですけどね、本当にで、これ買った時はいくらくらいか、うん、いや、なんか5万、4万え、それ何年前ですか。それが2年くらい前、1年2年くらい前じゃ結構差があるな。これ、今定価6万円ちょっとくらいしますよね、うん、でしたね。これソールがすごい厚くて減らなそうだな、すごい、うん、ソールがっちりしてるから
まあ、若干減ってる感ありますけど、けど2年でこれだったらいいんじゃないですか、うんうん、自分のやつだって1年、2年くらいでツルツルいない。俺2代目は多分2年ちょいとかで、あ、もう滑るってなって、うん、いや、まあそれに比べたらこれですからね、うんうん、ちょっと恥ずかしいな汚すぎるっていう。これ本当はあの泥ってこの ゴム傷めますから。ああ、うんうん、ああ、分かってらっしゃいます。はい、マウンテンバイクでもそうなんですよね、めんどくさいブラシであと洗わないと。最初は洗ってましたよ僕だっていつからかこうなりましたね。今日洗います、はい、洗ってください。はい、ということで、まあ、ギア紹介以上ということで、うん、まあざっと、うん、まあ他に、まあ、紹介しないものもありますけど、うんうんうん、まあ、まあ、戻ったものはこんな感じですかね。そうですね、まあこのシリーズは、まあ、時々やりたいなと思ってて、うん、まあ、今日だけじゃなくて、はい、また次回、まあ、なんか1年ごととか、うん、まあ、ちょっとしたスパンの間にこういう、うん、こういうの買いましたよとか、そうですね、ギア紹介ですよみたいな、なんか定期的にやれたらなと思います、うん、はい、ということで本日の動画は以上で終わりたいと思います、はい、ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。はい、ありがとうございます締め方がわからない